パントマイムは、セリフではなく体や表情で表現する演劇の形態。目撃、無言劇とも呼ばれる。マイムパブロザブスパントマイムは、大道芸としても多く見られる。表現方法で、実際にはない壁や、扉、階段、エスカレーター、ロープ、風船などがあたかもその場に存在するかのように、身振り手振りのパフォーマンスで表現する。単に、マイムとも言うことがある。 パントマイムをする人をパントマイミスト、マイマー、パントマイマーなどと呼ぶ。英語圏ではマイムアーティストという呼び方もある。英語圏においてはパントマイムという単語は主にクリスマスに子供向けに演じられるコメディ要素の強い伝統的演劇を指す。通常主役はオリジナルと性別の異なる演者が担い完全超惑の要素も強いなど外国人には興味深いものである。 一方、日本語におけるパントマイムを意味する正しい英単語はマイムであるが、日本語においてはマイムという意味でのパントマイムの用法が広く使われていることもあり、本記事ではパントマイムという語を使う。パントマイムの語源はすべてを真似る人、役者を意味する古典ギリシア語パントマイモスであり、その起源は古代ギリシアに遡る。ただし、この頃のパントマイムは、 演劇の一演目という扱いで、また今日我々がパントマイムという言葉で想像するものよりは仮面舞踏に近いものであったようである。今日我々が見ているパントマイムに強い影響を与えたものとして、初期中世イタリアで起こったコンメディアでラルテが挙げられる。今で言う旅芸人の一座であり、ヨーロッパ全土を放浪し、大道芸を行った。その影響もあって、 ヨーロッパの言語的な壁を乗り越えるために、今で言うパントマイムの技法が洗練されていったとされる。その後18世紀頃までに、コンメディアでラルテは衰退していく。その後、コンメディアでラルテの遺産を取り入れ、フランスで道家芝居が発達していった。現在の道家のイメージ、白塗りでちょっととぼけたキャラクターは、この時期のフランスの道家芝居によるものである。その後、 時代の流れとともに19世紀後半には、このような同化芝居も衰退していくが、その流れを取り入れたドゥクルー、ジャンルイ・バローなどが、身体技法としてのパントマイムを洗練させていく。そして、ドゥクルーの生徒として、マルセル・マルソーが存在した。今日のマイムの大衆化には、彼によるものが大きい。ありがとうございます。